こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。就活で話すネタは1つあれば大丈夫ですか？こちらに回答していきたいと思います。結論、2つ必要です。多くの場合、ES でも1、学生時代に力を入れたこと、まあ、通常学知化と2、自己 PR の2つの経験を聞かれることは多いですし、面接でも最終面接となると1時間程度面接するということもありますので、1つの話だけで1時間待たせるというのは結構厳しいです。ですのでネタは2つあった方が良いということになります。もしあなたが S ランクのネタあるいは A ランクのネタを持っている場合は、1つのネタで2パターンのエピソードを書くということもできなくはないです。例えば営業インターンの話で、1つは自分が営業成果を上げるために工夫した話、そしてもう1つは後輩インターン生の教育やチームをマネジメントした話のようにですね、同じ会社の営業インターンの話なんだけど別の側面から切り取って書くという場合ですね。ただ話の幅は広い方が良いというのは間違いないので、動画をご覧になっているあなたが1、2年生なのであれば幅広い経験をしておくことをお勧めします。すでに3年生でもうネタを作る時間がないけど何を書けばいいのという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。